バンクの奥と苦労しました。キューロールに甘いです。ということで今回のゲストが僕の一個下なんですけど、とんでもない経歴を持ってると。おお、はい、じゃあ自己紹介のよろしくお願いします。はい、くるみです。桜蔭高校卒業、慶応医学部入学したんですけど中退して、来院辞めて今フリーターしてます。よろしくお願いします。経歴みんな強いですよ。で、まあ桜蔭ですよね。はい。じゃあ小学校から勉強ずっとやってたみたいな。なんならもっと前からですね、幼稚園ぐらいから始まってました。親御さんも結構高学歴みたいな。親はそうですね、一応。結論そう、経緯変えられてるじゃないですか。やっぱ医者家系ですか。全くそんなことないです。あ、そうなんですか。なんなら全員文系でした。家族は。でもそんな感じで、じゃあ幼稚園からずっと勉強してて。別に塾に入ってたわけじゃないんですけど、家でずっとやってはいましたね。母の手作りの計算プリントとか、兄が3つ上で中学受験の大手の塾に通ってたので、その教材を3歳下なのにやらされていたりとか。その時何歳ですか。兄が小4で塾に入って、その時小1でした。それ解けるんですか。普通に解けるようになってたそうです。すごい。私も小4から同じ塾に入って勉強してました。幼稚園の頃って勉強できるんですか。塾は全部言えましたし、四角計算できてました。家にゲームがなくて、テレビもあったんですけど、クイズ番組ぐらいしか見せてもらえなくて。でも勉強好きだったんで勉強してました。ずっと勉強して、で桜蔭を受けられたんですね。はい、桜蔭受けました。桜蔭ってもう女子校出たら結構もう一応トップですよね。トップですよね。理算とかバンバン出すとこですね。そうですね、今年13人出ました。あ、今年そうなんですよね。はい。桜蔭は余裕だったんですか。桜蔭は余裕でした。結構上の方で合格って感じですか。じゃあそうですね、余裕でした。これは結構中高一貫あるあるなんですけど、高校の時に成績落ちるみたいなのはありました。一回中学生の時に本当に数学ができなくなって、算数楽しかったのに数学になった途端にあんまりできなくなっちゃったんですけど、高校1年生から物理不快に行って、物理不快で3年間やってるうちにできるようになりました。実力ってあるテストありますか。早い時入室テストあります。振り落とされますか。結構な人数、5人生だったら多分落とされないと思います。なるほど。で結構実力入ってる人多いんですか。そうですね、学年のほぼほぼ入ってるみたいな。そうなんですね。桜蔭に入って何時まで勉強してました。中学の時はそんなに勉強しなくて、高校入って塾に入ってからは学校終わったら塾行って、帰ってきたら11時ぐらいなんですけど夜、そこからちょっと宿題して6時に起きて勉強して学校行ってみたいな生活してました。志望校とかはありました。特にやりたいことがなくて、その時は決めたの高3になってからでした。高3の時に4月から私しばらく入院したんですよ。1ヶ月ぐらい、手術して、それがきっかけで医者もいいかなと思って今更新もやりました。結構大きな病気で。そうですね、40センチぐらい今も傷跡があります。どこの医学部目指してました。最初やっぱりそういう環境だったので理産かなと思ったんですけど、理産は自分にはやっぱり届かないかなと思って、浪人できない家だったので、なんでまあ現役で入れるところにしようと思って国立はまあ1個下げて医科歯科にして、で私立の併願もやっぱ高いじゃないですか。1個しか受けなくて慶応医学部受けました。貧困ではないですよね。貧困といえば貧困でしたね。あ、そうですか。でも結構教育にはお金かけてくれたんですけど、中1の時からずっと親が別居してて、なんで家事とかやりながら勉強してて、買い物行ったり料理作ったり、一人暮らしみたいな感じですか。言うたらそうですね、母が働いてたので。でも哲学会の学費と応援のお金だけは頑張って出してくれて、なんとか6年間通いました。哲学費結構高いですか。他の塾に比べたら意外と安くて、安いって言っても月何万円か、5万しないぐらいですかね。で、医科歯科がどうでした。受かりました。受かったんですけど受けちゃって、医科歯科と慶応医学部どっちに行こうかなって悩んだ時に、よくわかんないこだわりなんですけど、みんなの中でなんかブランド的に慶応の方が医師会で強いみたいなのがあるんですよ。名前が強いです。そうです、医科歯科って正直知らない人多いんですよ。あ、そうなんですか。東京医科大学とか東京歯科大学とか似たような名前いっぱいあるんで、まあそれと私入院したのが慶応だったんですよ、慶応病院。ああ、なるほど。それで慶応に入ることを決めました。高い方にね。はい。それが私の今後の人生を左右したんですけど両方余裕で受かりました。センター 93% でした。すごい。おお。で、そこから学費は自分で出してました。それが条件だったんですよ。ああ、慶応医学部に行くんだったら自分で払いなさいっていう。最初父親が払うって言ってたんですけど、入学する直前に両親離婚しちゃって、約束が変わって払えなくなっちゃったんです。それ分かってたら医科歯科に行きました。分かってたら多分医科歯科にしてましたね。
あそれが分かんない。さすがに厳しいんで。経理は1年、学費どれぐらい？360万円かかります。360万で、まあ、6年かかったらまあ2000万ちょいですね。2000万ちょい。360を12ヶ月で割ると月30万稼げばいいじゃないですか。だから月30万稼ごうと思ってバイトしてました。だって医学部の勉強だけで大変じゃないですか。GPA そんなに取れなかったんですけど。そのバイト内容あんま言わない方がいいですか。家庭教師を週に11件回ってました。11件あれってなんか1コマがどんくらいでしたっけ。1コマ2時間とかで、はい、大学に行く前にまず朝ご家庭に行って一緒に勉強して、私は大学に行って、大学終わったらもう1軒回って帰ってきてっていうのを平日ずっとやってて、それで平日7コマ入って、土日は2コマ2コマで入って、プラス夜は居酒屋で働いてました。多い月は月30ちょいとか。家庭教師は高校生向け？いや、小学4年生から上は浪人まで。おお。何でも来るものは拒まずでした。あ、上は五郎とかですか？全然一郎でした。全てなんかもう個別で仕事もらってみたいな。掲示板とかで自分で探してきて、仲介通すとその仲介分ちょっと取られちゃうんですよ。すごいですね。僕2年半働いても300万円以上は稼げなかった。だからほんまにブラックなとこ働いてた。で、まあ、経緯は最初の1年で行けたってことですか？行けました。じゃあもう月30万達成して、はい、単位はどうでした？フルタンでした。おお。もう自由時間なしってことですか？ほぼなかったですね。もうストレスの反動で一時期病んじゃって。ですよ。朝だいたい4時半ぐらいに起きてバイトにしたんですよ、うんうん、そしたら次の日また仕事があるからだんだん寝れなくなってきて、うん、ああ、睡眠時間だってどれぐらいですか？まあ、4時間半とか寝て大学行って寝てました。でもフルタン行けるんですね。行きました。それはもう友達と一緒にって感じ。そうですね。やっぱりコミュニティがあるんで。結論何年かかってたんでしたっけ？1年半です。前期の学費を払い終わって、後期払う前ですね。後期の180を払う前にすごい悩んじゃって、このままあと4年半これをずっと続けるのか。で、まあさらっと退学された感じですか？その時ちょうど今の旦那と出会ったんですよ。おお、2年目の。どういったきっかけでですか？バイト先、新しいバイトを始めたんですよ。コロナで他の仕事ができなくなっちゃったので、コロナ禍でも空いてる仕事を探したら学童保育のバイトだったんですけど、そこで出会いました。で、結構旦那は私が大変そうなのを見て、そんな大変なことしなくても普通に幸せに生きれるよみたいなことをずっと言ってたんですよ。最初は私メールに乗ってずっと進んできたので、それがなかなか信じられなくて、頑張り続けないといけないんだって思ってたんですけど、その彼の家族とかを見てるとすごい幸せなんですよ。みんな家族4人揃ってすごい仲良くて、休みの日は出かけてみたいな、そういうのを見て、自分が母子家庭だったんで羨ましいなと思って。でもそういう生活をするんだったら無理して医学部6年間通って医者になる必要ないじゃないですか。まあ医者も大変ですから、はい、そうですね。っていうのを考えたら、あ、一回自分辞めてもいいんじゃないかなと思って、ちょっと楽な方向に、もう逃げたってわけじゃないですけど、辞めようと思いました。もう迷いなく。迷いはありました。ここからどうやって生きていったらいいんだろうってすごい迷いましたね、うん、ですよね。だってもう僕も1個下なんで。ですよね。その時19。そっから何をされました？一回サラリーマンになりました。たまたま不動産会社で社長さんに雇ってもらえて、自分でちょっとコンタクトを取って、こうこうこうで中退しましたって言ったら、じゃあ働くかって言ってくださって、不動産会社で働いてました。1年ぐらい、うん、ああ、そのなんか経歴が面白くてみたいな感じですか？そうですね。なんか面白い変な子来たぞみたいな感じで雇ってもらいました。で、営業やってました。ああ、営業で、はい、それは楽しかったですか？そうですね、楽しかったです。でもまあ辞められると。その間に、あの、実は自分の家を買ったんですよ。家を買う？20歳の時に。20歳ですか？はい。ローンをめっちゃ組んでて、住宅ローン組んで買いました。そうか、不動産で働いてるからそういった知識が。そう、自分で勉強してなんか自分の物件買いたいと思ってたんですよ。まあ大学辞めたんで結構貯まっててお金が、頭金3割入れて残りローン借りてマイホーム、戸建てを買いました。旦那さんとも家ですか？そうです。おお。私が買いました。が買われたんですね、はい、あ、もうしかも結婚する前に自分で買いました。全万みたいな。まあ家買ったんで、とりあえずその時の会社辞めて慶応の通信に入り直しました。ああ、やっぱり大卒あった方がいいのかなとその時は思って、うん、でも慶応通信卒業めっちゃ難しい。めちゃめちゃ難しいです。レポートめっちゃ多いですけど、ただし、まあ、年間10万で慶応生っていう肩書きが手に入るんで、うん、コスパはいいかなと思います。ああ、これ卒業率 6% とかでしょ？そんぐらいで言われます。え、それは、何歳で入られました？20歳になった直後ぐらいですかね。その後
転職活動を始めて、いろんな証券会社を受けてたんですけど、それはなんで証券会社とか、お金がなかったその反動なのかもしれないんですけど、ずっとお金に執着があって、収益不動産買いたいとか、自分で株とかもやってたんですけど、そっちの方に興味があったので、僕もお金執着やって最初証券会社入りました。これ結構多いですよね多分。なんかよく聞きますね。そうですよね。結構内定もらいました。そうですね、日系の、いわゆる五大証券からも内定もらって外資の方も1個受けたんですよ。で、給料比べると全然違うんで外資の方に入りました。外資ですよね。外資。そうですね。そもそも受験資格ある？なかったです。あ、なかったですか？基本応募要項を見ると分かると思うんですけど、4大卒以上って書いてあると思います。なので、直接応募しても無理だろうと思ってヘッドハンターから繋いでもらって。行動力とかはもう理解ないですね。直接履歴書を見てもらって、なんかまた変な人来たぞみたいな感じになって話だけ聞いてみるかみたいな、こんな感じで面接してもらえて無事内定しました。高卒から外人の人っています？私ともう一人いたんですよ、たまたま。二人だけでしたね。その人は入った理由わかんないですか？その人はプロゴルファーだったそうです。あ、フォーマットが面白いからね。面白いですね。そういう変人枠がなんかあるらしいです。変人枠入社ってこと？給料とかどうですか？給料もいけるんじゃないですか？じゃあもう倍率もクソもないですよね多分。そうですね、私の同期とかみんな就活してて、私がいた会社もバンバン受けてるんですよ。でも何千通の中からまず最初の適正試験の点数だけで足切りセンターみたいなされて、その後2000通ぐらいあったのが20通ぐらいまで減って、それだけで、でそこから面接してまたさらに減ってみたいな。1000倍とかですもんね、あれ。普通に受けるとそうなるんですけど。面接だけですか？面接だけです。入ってから適正試験受けました。そのヘッドハンターってのはどこで見つけたんですか？ツイッター経由で紹介してもらって。ツイッターで受けるんですか？そうなんです。革命ですね、ほんま。就活せんでええやん。ツイッター就活できますよ。まともに就活する方がバカだと思ってて。言いますね。ちなみに内定先は出せますか？モルガン・スタンレーです。すごいレールから外れたんですけど、レールに乗ってったらみんなたどり着く場所じゃないですか。そこに一回戻ってみたくて戻ってみたんですよ。そんな簡単に？そんな簡単に言うけどって言うけどでも戻ってみたんですけど、自分サラリーマン向いてなくて、朝だいたい5時45分に起きてモーニングサテライトっていう経済番組があるんですよ、それを見てから出社して7時半ぐらいに会社着いて、ずっと8時間ちょっと働いて、夕方帰って寝て、また朝起きてみたいな生活を続けてたら、本当に何をしてるんだ自分ってなっちゃってなんかそう、知り合いにもね、元外銀のハッシーさんって方がいらっしゃるんですけど、世界中のマーケットがあるから、マーケット閉まったらまた開くみたいな。やっぱそうです、そうです。だからもう一生空いてるみたいな。家帰ってからもずっとチャート見てました。へぇー。割に給料は良かったんですけど、さすがにそうですよね。1000超えますよね。まあ私3ヶ月で辞めちゃったんで。あ、そうか。そうです。月収でどれくらいでしたか？残業すると50ぐらいもらいました。わお。1年目からですね。外銀の1年目の時何歳です？21です。ってことはもう飛び級みたいなことですよね、言ったら。そうですね、みんなまだ大学3年生だった時に働いてました。やばないですかこれ？結構驚かれません？そうですね。でも最初気づかれないですね、自分から喋んなければ。で、3ヶ月で辞めるんですか？はい、辞めちゃいましたね。それはもう激務すぎて。激務もありますけど、自分がやっぱりサラリーマン向いてないっていうのが一番でした。どこが向いてなかったですか？毎朝決まったところに行って、決まった時間から決まった時間まで同じようなことやって、帰って寝るだけの生活。やっぱ自分の好きな時に起きて自分の好きなことやって暮らしたいじゃないですか。多分世の中のサラリーマンやってる人みんなそうだと思うんですけど、生きていけるんだったら好きなことしたいですよね。でも医学部の時はそれやってたじゃないですか。もう、それで嫌になったって感じですか？そうですね、もうあんな生活はしたくないです。結婚されてます？結婚はモルスタに入る直前に結婚しました。その時旦那学生だったんですけど、家買ってたんで、家買ってから旦那のご両親に結婚したいんですけどって言ったら、もういいよって最初反対したんですけど、学生結婚に。今は旦那が正社員に働いてるので、私はフリーターというか、そっちの方が幸せみたいな。そうですね、今幸せです。そうなんですね。学力も就職もこう上り詰めたけど、捨てた方が今幸せになりました。辞めてもうすぐフリーターになる
とかですか？辞めた2日後からアルバイト始めました。中学受験の塾、算数の先生です。じゃあ最後にですね、日本社会はやっぱり学歴職歴がまあ重視されますけど、まあ、そういうなんかレールに乗っている人たちに対してメッセージなどあればお願いできたらと思います。ちゃんとレールに乗っていける人はいいと思うんですけど、私みたいに学歴のレールも職歴のレールも一応ちゃんと進んでいったつもりなんですけど、どっかでポキッと折れちゃって、でもレールから外れたら外れたで楽しい人生が待ってるので、自分のやりたいこと好きなことを大事にしていってほしいと思います。周りからこうであるべきとか、自分が一番こうならなきゃいけないって思い込んでると思うんですけど、それを捨てるとこんな楽しい未来が待ってるよっていうことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。この街の空に愛見つませ、こんな時代のそばに I'm really trusting you 代わりもいなくて I keep making my way to